北海道阿寒郡の一阿寒郡は、北海道釧路総合振興局の郡、人口2505人、面積 571.8km、人口密度4.38人、平平方メートル、トル以下の一村を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記一町に釧路市の一部を加えた区域にあたる。 江戸時代の阿寒軍域は、正木藩によって開かれた薬場所に含まれた。江戸時代後期、阿寒軍域は、東江戸地に属していた。国防のため、完成11年阿寒軍域は、天領とされた。文化5年から文化7年にかけて、白らぬか在勤の幕利、大塚骨太郎によって、白らぬか氷所持から、阿寒軍内の家臣太子や阿寒湖西岸を通り、 阿波尻郡を経て、北見国阿波尻郡新シ里に至る四十六里の阿波尻越が改作され、ルモイなど西へゾ地の各場所に馬を配置する際などに利用された。文政四年には一旦、正木藩領に服したものの、安政二年再び天領となり、仙台藩が警護を行った。母親戦争終結直後の八百六十九年、大宝律令の国軍里政を踏襲して、 阿寒郡が置かれた。北海道1.29町村制止工事の阿寒郡の町村、ありがとうございます。